おはようございます。マサ464944です。今回は星のドラゴンクエストの宝箱福引きのですね1回無料のやつ引いた後に10連僕は引いていきたいと思います。前回は路頭シリーズの装備の鎧の下当たったので、まあ一番路頭の剣が欲しいんだけどね、ということで引いていきたいと思います。あ、おさあ行きましょう。結構案外ね、星を出るっていうイメージなので。鋼の鎧、玉鋼の鎧、今まで何回出たことか。はい、ということで10連いきましょう。なんでだよ。さあ行きましょう。ここ出なかったら悲しいよ。はい、魔法使いの帽子、2個目、地獄の鎧、幻魔の鎧か、はい、3つ目、でかいムーンワックス、はじめまして。あ嫌な予感がしてきた。風切りの弓、おお、鋼の金槌、はい、嫌な予感しかしねえ。無法者の番だ。嫌な予感しかしない。真面目に。あ、パイソンウィップ、はじめまして。多いな。あ、玉鋼の鎧下、あと何回、やばい。お、来た来た来た、ロートの盾、ありがとうございます。来るね、マジで来た、やべ、来ると思わなかったはい、ということでロートの盾手に入りました。ロートシリーズ、何気に鎧と盾2つゲットしました。勝ち申した感じです。はい、ということで、星のドラゴンクエストの宝箱福引き10連動画でした。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。じゃあね。